国民的アニメアンパンマン。そのアンパンマンの体は何でできているのだろうか。多くの人がアンパンと答えるだろうが、実はそうではない。なんとアンパンマンは生まれた時から服を着ていたというのだ。誰も体を見たことがないため、何でできているのかわからないのである。アンパンマンはジャムおじさんが作ったパン。当時ジャムおじさんは新作のパン作りに悩んでいた。何かが足りないんだが、わしが作りたいのは世界のどこにもない特別なパン、心を持ったパン。こうつぶやきつつも、とりあえずパンをかまどにセットし夜を迎えた。その夜、空から星が降り注ぎ、パン工場のかまどに落下。焼き途中だったアンパンと流れ星が特殊な合成反応を起こした。アンパンマンが誕生した瞬間だ。後にこの流れ星を命の星と名付け、映画それいけアンパンマン、ブラックノーズと魔法の歌の中で、アンパンマンの体の中にある命の星が輝いていることで生きることができるとの説明があった。つまり何でできているかはわからないが、命の星が体の中に入っているということは確かだ。ちなみにアンパンマンは生きるために食事もしないが、頭のあんこをエネルギー源として動作している。したがってあんこが減ると動けなくなるのはこの影響だと言われている。